あーちゃん、というわけでついに待望のエヴァコラボが来たということでですね、今回ですねエヴァコラボについてちょっと動画を撮っていきたいと思います、はい。で、エヴァコラボなんですが、今回期間がですね5月31日から6月13日、約2週間、うん、でですね、今めちゃめちゃヤバいイベントというか、こちら見ていただきたいんですけど、なんと10億金券みんなで分け合おうキャンペーンになってきまして、僕ちょっとまだやってないので、これちょっと早速やっていこうと思います。 OK、いきますよ。はいはい、さあ出てこい。はい、出てきた出てきた。10億。結構多い。結構多いじゃん。俺もやる。すごいですね。いい。あ、お願いします。さあ出てこいって言うんですよ。全然違う。長い。はい、これ。はい。これ激アツ演出とかあるんですかね。俺の声。で、これガチャまだできるという感じなんで、いきますよ。まあ、とにかく多いやつを、ゲットできるという。めっちゃもらったじゃん。すごい、これ10連分じゃん。やばちょ悔しい。やるよ、はいはいはい、悔しい。なんか演出ないか。セリ、何ここの端末でセリが行われてるんですか今。あ、これあれだね、あの2回分だ、これ。これマイボーナスの方に。違う、これあの一番多いものを話ですから。すごいやん。はい、当たれ。お、なんかキラキラ光ってる。おお、増えた。え、もらえるね、めちゃめちゃ。ね、はい、これ、これいくよ。一つ見したい。あ、これ押さなきゃいけないの。あ、なんでないんですか、え、なんでない。俺2回しかないんだけど。今ね、なんでないのと、これガチャ3回引けて、エッツさん2回じゃないですか。こちらチャンスをってとこ見てください。はい、レベル5になった後にゲームにログインする、レベル5になった後にっていう感じで、この参加条件がありまして、はい、これが、全部消化すれば4回合計4回引けると。なるほど。で、この最も多い金貨のやつをゲットできるという感じですので、はい、もうこのミッションをクリアしてですね、ガチャを引いてですね、最終的に金貨をもらうという、これをね皆さんやってください。はい、本当にやばいです。多い、やばいです。10億金貨は本当にやばいです。で、さらに今、はい、10億金券だけじゃなくて、デイリー見てください。はい、これな、押していいですか。いいよ。10連今回。あー、これやばくないですか、マジで。なるほどね。なので、ちょっと僕10連しますね。てことだからね。はい。あ、でもブログでしょ、見てたじゃん。まあ、惜しい、惜しい。Aさん行きましょう。オッケー、じゃあ、行きます。えい。いやー、これ爆走サタンとか当たればね。まあでもこれから10連が無料で回せるという。わしは痛くない。痛くないか。さあ、というわけで、今回はですね、使徒襲来、新モードで来てるので、これなんとラミエル、第6使徒ラミエルと、20人の、プレイヤーで戦うという PVE モードでございます。はい、早速やっていきましょう。 OK。はい、というわけでこんな感じでですね、20名のプレイヤーで、はい、まずとりあえず自分のお気に入りの武器をおのおの拾いまして、出てきますよ。めっちゃ弾が高いですか。弾がやばい数が。あ、この弾ね、あの無限に出てくるんで、本当にこれあの持ってていいです。で、もう基本的にはもう打ちまくった方がいいです、本当ラミエルは。なるほどね。来ますよ。来たかっけー。おー、次これ打てばいいです。そうです、ひたすら打つという感じです。これ弱点は弱点あります、弱点出てくるんで、まあ見ててください。うわ、弱点のあのもう場所が出てくるんで、ちょっと待ってください。出てくるんで、待ってかっこよすぎないか。あ、これこの黄色いやつあれか。狙ってガンガンで、黄色が消えるんで、また消えたら消えたで、そう変わるんで場所が。はい、俺今6位だ。みんな強いな。これ10位だ。ルールがやっと分かった。てかこれ完成度やばくない、ラミエルの、ね、もうラミエルじゃん。そうそう、ラミエルだね。そうかそらそうだ。あ、打て今打てなるほどね。Aさん今何位すか。俺ね12。俺もね11。これね、みんな強くね。
ガンガン打った方がいいね、これ。え、そうです、そうです、絶対打った方がいいです。もう、とにかく打ちまくるモードなんで。これ、上の方が体力空いてろ。あ、そうです、そうです、そうです。カモン。で、弱点出たの、弱点、弱点、弱点。ひたすら弱点ですよ、ひたすら弱点。今ないな、2-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 
ですよ、こういう感じで今範囲攻撃みたいなのあったんですけど、やべ結構これはあのマークが出たらすぐに逃げた方がいいです。あ、やべやべ、おしゃ、ちょっと待って、スポーツ力飲むの早っ。えさ、マジであの気をつけてね、気をつけて。 OKOK。であの、あと物資の近くに基本的には行った方がいいかなって気がします。あ、なるほどね。てか、なんかやべえやついない。え、なんだこいつ。なんかやべえやついない。なんかいる。でかくね。でかいな、あいつ。なにこれ、なんであんなんで来てんの。なんか、でかくね。やばいね。肉出せんじゃん、しかも。すごい。やべ、俺のさ、うん、弱点度来たけ撃つっていう作戦さ、うん、見事に失敗してね、どんどん順位下がってってる。あ、そう。俺はね、あの確実に順位上げてるんですよ。でも確かにこれさ、弱点出た時は3倍だからお得だよね。そう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 。いい感じ、いい感じ、いい感じ。だいぶいい感じよ、俺。7位よ、7位よ。やべ、完全に作戦負けじゃん、作戦負けした。いやこれね、まず集中して喋れないけどね、かなりあの、必死よ。まあ、相当必要だよ、これ、今ないですか目標に、高エネルギー反動だって、いった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 やられたくねこの攻撃からきつくね、やっくね。範囲攻撃とレーザー攻撃がある。いや、これきついな、思ってる、うん、なんで、両方やらないと。あ、ぶっけ、無理無理。俺、弾なくなったわ。あ、マジ取りに行かなきゃ。やばいな。よしよし。あと18本てか硬っ。硬ってな。弱点来い。あと4分ですよ、エイジさん。いやてか味方強、味方強すぎるわ。なんで俺7位なんだろう。これ真下行った方がいいとかあるか。え、真下に行った方がいい。いやでもね、弾あるんですかそこ。俺ウッシュの前安定だと思うけどな。あ、来るぞ多分。あ、待って待って、なんか赤くなった、赤くなった。コーネリーハンド、コーネリーハンドのやつだと思う。あ、俺、いや、無理しゅ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 これマジ無理。早くしよう。やべやべやべ、やばい。死んだ、全然復活するわ。あっぶねー、あっぶねー、やばいよ、あっぶねー。死んだ。あー、復活まで8秒。くそー。あれジャンプだな多分に。あー、なるほどね。うん、レーザー、やべやべ。あと3分ですよ、エイさん。オッケーオッケーオッケー。やべ強っ。マジで強い。倒せんのか。あー、でもあと6ゲージ。打ちまくったよ。味方に任せよ。俺ガン打ってる、ガン打ってる。倒したい。あと3分以内に倒さないといけない。オッケーオッケー。また死んだわ。おる、マジ。あと8っす今死ぬ。これガンガン死ぬよ。俺でもまだ1回っすよ。で、上手い人多分死なないんじゃないかな、これ。だろうね。打ってるでしょ。あー、やばい。いやー、あ、デパ、いけ。とどめ、俺が。死んだ、いけって言ってる間に。いけ、早めて。よし、よし。ナイス。よし、よし。すげー、ラミールの完成度。ただこれみんな、うまいね。バイアルは差が1位と。はい、というわけでこちらエヴァコラボなんですが、改めてなんですが、5月31日から6月13日までやってます。この機会ですね、あの非常にお得なログインボーナスとか、はい、金券配布とか無料ガチャとかいろいろやってるのでね、ぜひ皆様お見逃しなく、いろいろ得